こんな感じで遊べまーす。首が、おぉ、おぉ、かわいい。楽しいよ、楽しいよ。浮き輪かぶい。チェフォー。はい、今日紹介するのはこちら、アニオアニマルアドベンチャー。水に浮くカマイルカとゴマフアザラシでーす。こんな感じ、かわいい。どっちから見てこっかな。こっち、こっち。じゃあイルカさんからいきまーす。イルカ、おー、やっぱ浮き輪付きなんだ。水に浮くバージョンは浮き輪が付いてるんだね、うん、これも中通らずにこういう風に遊ぶ感じの浮き輪だね。お、カマイルカ、カマイルカ。はい、クジラ、空挺目、水中から高く飛び上がることができ、水族館でよく飼育されています。大人のオスは背びれの形が鎌のようになっています、はい、数千頭の大群で行動します、はい、体長 2.1 から 2.2 メートル、最大 2.5 メートル、体重75キロから91キロ。おお、最大100、そう、最大180キロ、大きい。食べ物は小魚とイカ、小魚。そう、北太平洋の温帯とその周辺の海に住んでいます。早速開けていきます。はーい、はーい、開けていきます。開けていきます。おお、おお、ふー、わー、なんかすごい、すごいね。じゃん、お、口、ガーじゃないでしょ、恐竜じゃないの。カパーガーって恐竜でしょ。ね、口の中がピンク色でーす。尻尾も動くね。ね、尻尾も動きまーす。どうやって動くんだ。あ、上下なんだ。上下。じゃーん、上下に動きまーす。いや、なんか柔らかい肌、この触り心地が。お腹は白いでーす。すごい柔らかい、素材が柔らかい、すごく。ちょっと浮き輪も見てきますかね、じゃん、浮き輪すごいかわいい。かわいいね、いい。こんな感じで遊べまーす。ピー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 、加えられるのかしら。あ、ちょっと重たいね。こんな感じ。あとで水で浮かべてみましょう。図鑑カード2枚付き、日本語バージョンと英語バージョンでーす。はい、ゴマフアザラシ。あ、首が動くって書いてある。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。猫目、体に黒い楕円形の斑点がたくさんあり、水族館でよく飼育されています。300メートルまで潜れるとされています。すごい深くね。え、結構深く、結構深いね。体長 1.6 から 1.7 メートル、体重80から120キログラム。結構重い、重いね。結構重い。食べ物は甲殻類、魚、タコ。生息地、そう、タコ。オホーツク海、そう、紅海、日本海、ベーリング海。ベーリング海、海だね。早速開けてみまーす。お、斑点見えた。斑点見えた。結構。あ、かわいい。これもちっちゃい。ちっちゃいね。そうだね。じゃーん。首が、おお。おお、かわいい。かわいい。おお、このまだら模様もかわいい。かわいい。なんかちょっと柔らかめなんだよね。ヒレの部分も手で動かせば曲がるぐらい柔らかい。で、浮き輪がついてまーす。じゃん。楽しいよ。楽しいよ。そして、図鑑カード2枚付き、日本語バージョンと英語バージョンでーす。ではまずイルカさんから。浮いてる。ギリギリ。重い、重い。浮き輪かぶい。あ、ちょっとね、ちょっと、じゃあ、じゃあ、
ご飯かも。次、ゴマフアザラシ。おー、なんか水の中、結構大きく見える。ねえ。わーい、楽しい、チャポー。チャポー。チャポー、わー、楽しい。エサか。チャポー、楽しい。楽しいよー、チャポー。ヒュー、浮き遊ぶ、遊ぶ。イカサルビーあ、うん、シューわーい、楽しそう。チョポンわーい、浮き輪よいしょ、浮き輪よいしょ、シューわー楽しい、くるくるくるシくるくるシュー、今度はちょっとこうやってみよう、くるくる、今度はちょっとくるくる、こうやってみよう、くるくるシュー、じゃあもうすごい小魚かも、ワクワクさせることできる、本当だ、シーラカンス食べてる、だいはおしい、ジャブーしー、たのしい、ヒュー、シラカス食べる、シラカス食べる、魚食べる、魚食べる、はい、どうぞ、食べた魚、ジャブー、たのしい、じゃあ今日は、カマイルカとゴマフアザラシを紹介しました。水に行くバージョンです。はい、それじゃあこの辺でまたね、バイバイ。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。